はい、酒好きな新潟人飲酒動画、始めます。今回は、焼酎ハイボール宝とね、焼酎ハイボールの伊予柑割り。伊予柑割り、多分初だと思う。うん。限定生産、アルコール度数 7%、果汁が、0.4% です。伊予柑って、いわゆる夏みかんみたいなもんですよね。伊予柑は日本が原産とされる果実で、栽培が広まった伊予の国の地名にちなんで伊予柑と名付けられたと言われています。伊予柑の爽やかな風味をこの時期だけの限定生産でお楽しみください。伊予柑ってあれなんですね。冬っていうか秋のあれなんですね。知らなかった。原材料が、焼酎と伊予柑果汁とレモン果汁と糖類と香料と酸味料とカラメル色素。となっております。今日のつまみは、じゃーん。最近、よっちゃんにハマってるんですが、このよっちゃんイカのですね、辛口味っていう、これ結構レアなんですけど、多分一番レアなんですね。これがね、ネットでね、20袋ぐらいでまとめて買ったんですけど。これがうまい。一番好きなんです、この辛口味。個人的に多分一番コスパがいい。かな。多分一番コスパがいいんです。あ、ギリギリ入る。結構ギリギリ。容量 340cc ぐらい。そんじゃ、乾杯。焼酎ハイボール久々。うまい。このね、カットよっちゃんのですね、辛口味は、当たりのやつもあるんですよ。当たり付きっていう、くじ付きのやつ。もあるんですが、なぜかネットで20袋で買うと、くじなしのやつが、ね、しか売ってない。くじ付きのやつが売ってないんです。だからバラのやつだったら、あるんですけど、ただし、店っていうか、売ってる店がないので、まずないので、どこにも見かけないですね、これね。辛口味。これ何かっていうと、いわゆる、スルメの、これぐらいにカットされたスルメなんですけど。ね、本当に、これコスパめちゃくちゃいいんですよ。これ値段税込み32円ぐらいなんですが、ほんと、スルメイカって結構高いんですよ。グラム的に考えるとね。だがしかし、これ、32円で 8g も入ってるっていう。これね、比較するとですね、そこいらに100円で売ってるやつの多分、グラム的に、これ 8g だったら多分、確かね、30円じゃ絶対買えない。60円以上倍の価格するんですよ。普通だったら。これ本当に調べてみてください。8g 32円で買えるのはない。せいぜい64円ぐらいはする。8g だと。だからね、大体、スルメってま、100円ぐらいで売ってるじゃないですか。それで比べてみるとね、100円だとこれが3袋ちょいでしょ。まあ、3袋ぐらいってことで仮定すると、100円でね、24g 入ってる、スルメないです。本当に。でね、おまけに、まずいか、うまいか。安いんだったらまずいんじゃないって思うんだけど。
これ実は、全然美味しい。うん。ただ若干、若干っていうか、薄めですね。あの、厚さが薄い。うん。ちゃんとゲソも入ってるんです、ゲソも。ゲソのやつもこう。ゲソも入ってる。これはマジで、あの、厚さが薄いだけで、マジでコスパが非常にいい。うん。でね、ネットで買うと、あの、普通に600、何十円、20円ぐらいで、20袋で買えますね。640円ぐらい。ただ、うん、あの、くじがないので、くじなしバージョンなので、まあ、ないとは思いますけど、普通に、売ってる場合だったら普通に買った方がいいですね。くじの分。最近だとね、なかなかくじ割りのよっちゃんって結構レアな。だいたい普通のあの赤色のよっちゃんでも、ね、最近やっと売ってるスーパー巡って、イオンだとね、売ってなかったんです。普通のね、あの、バラで売ってるのに、なぜかあの、くじがついてないやつしか売ってなくて、で、しかも下に貼り紙が書いてあって、なんか、こちらの店舗では、あの、くじなしのよっちゃんを販売してますので、あの、当たりくじの交換はいたしかねますとかって書いてある。なんだよ、それって。なにそれって。じゃあお前くじありのやつ買えよって言う、てか入荷しとけよって。なんかやっぱくじなしの方が安いんでしょうかね。おそらくね。原価がね。仕入れ原価が多分安い。だと思います。で、俺実はあの、まあ、最近、よっちゃんにはハマってるって言いましたけど、これと3種類よっちゃんがあって、通常のあの赤いよっちゃんと、で、あの白っていう着色料とかが入ってないやつっていうのも実は、あの20袋買ったの。でね、ただし、もう、さらにその普通の赤のやつも実は20袋買ったんですけど、そこら辺のスーパーで買ったんですが、あれね、ものすごい外れ。あれ、俺前言ったっけな。ね。まあ、カット言ったらこれ、あの、20袋入りのやつ。買ったんですが、もう、見るからに全部外れ。外れっていうかね、くじは入ってないんですよ。何が外れかっていうとね、これね、よっちゃん以下結構食ったことある人だったらわかるんじゃないか。だからロットによってね、あの、ゲソが入ってるか入ってないかがあるんですよ。いわゆる。で、俺個人的にゲソが入ってると外れなんです。赤のやつだと。結構見分け方が簡単で、普通にこの中に、もうゲソがなんかちょっと黒っぽいものが、ほら、色がちょっと黒っぽいのが入ってる。これがゲソなんですよ。でね、開けるとね、なんかゲソとね、なんかゲソじゃないんだけど、なんか黒っぽいものが入ってる。こういう、なんか、黒ずんだやつ。こういう、鮮やかなやつじゃない。これがまずい。個人的にこれ嫌いなんです、この味。で、当たりの方はね、あの、ほんと鮮やかな、もう今当たりのやつ全部あの、袋調べたんだけど、全部外れだった。こういうね、黒いやつじゃなくてね。まあ、いわゆる、なんか、鮮やかなやつ。
こんな感じの色のやつ。だこれはね、タラの、よっちゃんイカ食べたことある人だったらわかる。これタラのなんていうのこれ。タラの切り身じゃないけど、なんか、タラのやつ。なんていうのこれ。ちょっとわかんないんだけど。だからね、ゲソの部分が入ってるやつは、食感が硬いんですよ。うん。だから、まずい。まあ、多分それ好き嫌いあると思う。で、まあなんかロットによってっていうか、多分ランダムなんかな？ランダムで入ってんだ。最近買った、くじありのやつ、くじ付きのやつで、普通のよっちゃんのやつ、買ったんですけど、5袋買って全部、まあ俺確認したんですけど、やっぱり全部、鮮やかな、方だったんで、まあ俺当たり、全部、鮮やかな色のやつだったんで買ったんですけど、5袋。うん。で、しかもくじありだったから。やったーと思って。むしろ買い占めようかなと思ったぐらい。そこの店舗のやつ。でもね、よっちゃんね、なかなかね、くじありのやつ売ってるとこ少ないんだよね。ちなみにこのカットよっちゃんのこの、これスーパーで買ったんですよ。このくじなしのやつ。で、20袋入りのやつ。これですね、バラで売ってると思ったら売ってなくて、20袋しか、のやつしか売ってない。なかった。そこのスーパーは。だから、一番やっぱありがたいのはバラで、くじありのやつね。そうすれば、まあ中身もここで微妙に確認できるから。ここで窓があるからね。ここ見えるから。こう確認して、あ、これもう見るからにもうね、黒いんですよ。もうどう見ても。あ、もう黒いと外れだなってなって。もう嫌だ。な。にしても20袋全部、20袋じゃねえや。20個入りのやつ全部、20袋とも全部あれだったからね。ハズレだったかな、この黒いやつ。多分、まあ、なんか偏ったりするんでしょうね、多分ね。うん。なんかまあカットよっちゃんはね、美味しいんだけど、通常のやつはね、買うのを注意した方がいい。ちなみに、さらに言うと、この白って言うんです。ここに白って書いてあるんです。白。ね。これはですね、なんと、まあ、これもくじなしのやつ。くじがない。ないやつで20個入りのやつ買ったんです。これは全部当たりだ。っていうか多分、白だとゲソが入ってないんじゃないかなと思われる。うん。ゲソの部分が入ってない。おそらく。でね。入ってないね。こういう四角いね。こういうのが入ってる。四角いやつばっかり入ってる。まあ、それも多分好みによるんだと思う。ゲソが好きな人だったら、よっちゃん以外でゲソが好きな人って、多分あんまりいないんですよ。このね、辛口味だったら、いわゆる、スルメだったらゲソ好きな人結構いるんです。俺も好きなんですけど。うん。ただね、よっちゃんイカのね、ゲソはやっぱ別なんですよ。全然ね、うまさがね、感じられない。うん。ただし、この白というのはですね、合成着色料と保存料を
合成保存料は使用しておりませんっていうやつなんですが、実は二つ問題点があって、一つは、この白というのはですね、くじが絶対に入ってないやつしか売ってないという。くじなしのやつしか売ってないです。なぜかは知りません。多分合成着色料と合成保存料使用してないからなんか作るのめんどくさいんじゃない？わかんないけど。で、もう一つは、一つだけか。二つじゃなかった。くじがついてないっていうだけ。違う、もう一つあった。もう一つ、重要なことがあった。重要なこと、それは味です。味がですね、通常のよっちゃんイカの赤色のやつに比べると、味が劣るんです。なんか風味が弱いんです、なんか。酸っぱさがね、ちょっと弱いっていうより、香りが弱いのかな。なんか酸っぱい香りが弱いんですよ、なんか。だから、あんまり好きじゃない。なんかね、よっちゃんって感じがしない。多分目つぶって食ったらわかる。全然違うから、なんか。普通のよっちゃんと酸っぱさとね、香りがね、全然違うんだ。1.5 倍ぐらい違う。このよっちゃんマニアのユッキーに言わせると 1.5 倍ぐらい違う。だからね、正直、ダメですね。だから、とりあえずこの白っていうのはあんまり俺おすすめしてないんで。もう除外するとして。やはり店舗で、スーパーに、そこら辺のスーパーで、俺が買うんだったらやっぱこの黄色い辛口味と、普通の赤色のよっちゃん。しかもゲソが入ってない。このゲソがまずいんだ、これ。マジで硬いんだよ、なんか。硬いし、なんか。別に酸っぱくもねえし。美味しくね。あと、くじありのやつ。結構耳っちいけど、耳っちいけども、酒飲みのユッキーは、これは重要。くじありのやつ絶対買った方がいい。なんでかっていうと、実はくじっていうのは、よっちゃんイカの場合で言うと、10分の1で当たる、じゃあ11分の1で当たるんですよ。おそらく。なんでそれ知ってるかっていうと、俺がよっちゃんイカに、実はよっちゃんイカの、工場で働いてたから。ここまでね、ここまで19分40秒ぐらいまで聞いた人、なかなかあれですよ。見てる人実はマニアで。ここで暴露しますけど。実は、よっちゃんイカの当たり確率は11分の1。ででーん。
得したら。俺実は4つ年間の工場で働いてたから。うん。でね、まあいいや、これ以上あれだよ。言わないと。うん。まあぶっちゃけた話、暴露もクソもないんですけど、実は簡単にわかる方法があって、業務用っていうか、よっちゃんのね、よっちゃんイカとかで適当にググってみるとね、実はよっちゃんイカって、よっちゃんイカってね、実はね、まあまあ、こちらですね。一応業務用的な感じで売ってるのがあって、11袋入りっていうのが実は確かあるんです。11個入りみたいなのが。うん、これ。カットよっちゃん11袋入りっていう。のがあるんですが。なんでお前11袋って微妙なんだ。10袋にしろよって思うじゃないですか。それはなぜかっていうと、先ほど述べた通り、実は11袋というのはですね、当たりも含めて10袋の、当たりも含めた10袋買って、あ、違う、11分の1じゃないのか。10分の1なのか。10個買って1個だった。あ、10分の1ですね。ごめん、間違えた。カット言ったの10分の1だった。11袋っていうのは、いわゆる10個買って、確率で1個当たるので、くじない分、1袋おまけしときますよっていうやつ。です。ね。知らなかったです。よくありますよ、こういう類は。当たりの分もつけときますねっていう意味で、なんか業務用的な感じで、いっぱい入ってるやつね。があるんですけど、まあそれは間違いなくくじは入ってません。くじなしの商品が11袋入ってるっていう商品があるんです。つまり10分の1なんです。知らなかったでしょ。まあ、ちなみに、ここまで聞いてもらって何なんですけど、よっちゃん以下の工場で俺は働いたことはありません。嘘です。ね。勝手に暴露したーとかって言って、こいつ犯罪者みたいな。これよっちゃん以下の工場に、ね、伝達しないように。ね。会社の秘密暴露したからってね。こいつ暴露したぞーって言ってね。言っても無駄ですから。俺、勤めたこともないから。よっちゃん以下の工場に勤めたこと一回もねえから。だいたいよっちゃん以下の工場どこにあるかもわからん。新潟にあるのかも。定かではない。多分ないわ。うん。まあ、ということですね。全部嘘です。だから、憶測で言ったらまだ、多分10分の1。多分、よっちゃん以下の当たり確率は10分の1です。つまり、よっちゃん以下が32円。1個32円なんで、320円買うと、10袋買うと、1袋当たるっていう。
つまり、20袋買ったら2個当たるんですよ。ね。で、俺の場合、これ、これ、これ。全部、どれも20袋入り買ったんで、20、20、20買ったんで、2、4、6個得してるはずなんです。本来は。ただし、ぼったくり店の、ぼったくり店のネット販売のぼったくりの、ね、あれのせいで。なんでお前普通にさ、おかしいんだよ、あれ絶対。20袋入り640円って、そのままじゃねえかよ。しかも当たりなしかよって。意味がわからん。2袋損してんじゃんって。ねえ。もうそこら辺のスーパーでさ、単品で20袋買った方が絶対得するんですよ。おかしいやん。ほら、そう思うと腹が立ってくるね。ネットであんまり買わない方がいい。ただ、この辛口味だけは別です。どこにも売ってないから、これ。スーパーで売ってない商品なんで、ほぼ。どっか売ってんのかな？どっかで見たことある気もするんだよね。だから、これの、辛口味の、さらに言うと、くじつき。辛口味のくじつきはかなりレアですね。もしかしたらコンビニで売ってる可能性も、なくはない。うん。もしかしたらコンビニの、に売ってるから、なんだっけ、セブンイレブンは多分売ってないんだよ。俺よく行くから。で、ローソンも多分売ってないんだよ。もう割と行くからね。一番行かないのはファミマなんですよ。だからファミマに売ってたんじゃなかったかな。地域によるけどね。だからまあ、もしですね、コンビニに、どっか多分コンビニにね、売ってたら、ね、そのコンビニのチェーン店のね、まあファミマかローソンかセブンイレブン。ね。どこに売ってたかぜひご一報ください。コメント欄にて。詳しくはこの下にあるコメント欄にて応募しております。応募じゃねえや。募集しております。そしたら俺そこ行くから。そこ行くからっていうか、そこは行かねえけど、その店舗の、その、チェーン店の探すから。多分ファミマだと思うんだよ。俺のね、近所にファミマまあねえから。どこにもねえから。うん。まああるっちゃあるけど、まあ行かないですね。遠かったりするんで。まあ行かない。ああ、これイオカ割り結構美味しいな。今更だけど。あ、うまいな、これ。本当に、ちょっぴり甘い。ちょっぴりだけ風味が甘い。予感。予感の香りもしっかりするし、割とドライだし。やっぱうめえな。さすが焼酎ハイボールやな。やっぱ焼酎ハイボールはまあやっぱうまいわ。やっぱり焼酎ハイボールはまあ偉大だな。まあでも、でも湯感割りは本当に美味しいね。シリーズ通して一番まずいのは多分、ジンジャー割りがまずかった。ジンジャー割りとね、あとラムネ割りも大してうまくなかった。
あとはまあ、大して大体美味しいけど、飛び抜けてるのは多分ドライとレモンと多分羊羹、これ美味しい。本当に言うけど、本当に美味しい。今更だけど本当に美味しいわ、これ。このドライ感がたまんねえな。コクはそんなにない。甘みも大してない。大してない。香りがそれなりにあって、で、ドライな感じはしっかり残しつつ、風味が、イヨカンの風味がしっかり残り、これはうまいな。これ美味しいな。これはちょっと5つ押しにしとこうか。これ美味しいな。多分、焼酎ハイボールだと、ドライとレモンがまあ、1位として、1位だと仮定し、まあ、俺の中だと多分、ドライが多分1位なんだ。2位が多分レモン。多分3位がこのイヨカン割り入ってくるんじゃないかな。はい、2245です。ご視聴ありがとうございました。久しぶりに5つ星出ましたんで、ぜひ飲んでみてください。